関根金次郎から1946年3月12日は、明治から昭和初期の将棋騎士、13世名人。本来の表記は、関根金次。8代、伊藤隆子委員及び12代、大橋隆子勤した。将棋連盟や実力名人制を創始した。近代将棋の父とも称される。下宇佐国勝鹿群東方主花村の生まれ。 東方主花村の近くにあった岡田村の寺小屋に通わせられるが、途中、将棋を指してばかりのため、辞めさせられてしまう。次に学校に通わされると、学校では将棋好きの校長先生と指し、村では老人らと指し、1日ごとに強くなる実感を得る。ついには、あまりの強さに、村中で相手がいなくなり、宝主下戸像の異名で呼ばれるようになった。 学校に行くふりをして、弁当持参で、遠くの村にも遠征した。その後、親によって学校に行くのをやめさせられ、方向に出されるも、将棋を指して、ばかりで一週間から10日ほどで追い出され、方向先を転々とする。11歳の春、将棋差しを志して上京し、11世名人、伊藤隆市員の門戸を叩き、4枚落ちで指してもらう。 一旦郷里が恋しくなり帰京した後、再び伊藤を訪れたところ、しばらく東京から離れて、将棋遊歴に出ることを勧められ、旅に出る。この旅には、数々のエピソードがある。その後、明治16年に2段、20歳で3段、明治24年に4段、明治24年大阪で、小林と白菜8段と格落ち戦で敗れて、八分し、また、四国。 中国、九州と有力した後大阪で再び対戦し勝利を収めた。1893年に師匠の11世名人、伊藤隆子委員が死去し、家元伊藤家が断絶すると名人には空位となる。1895年5段、1897年6段、1898年正界などの後押しを受けた。 小野五兵が家元を継ぐことなく十二世名人を襲名。その名人疲労の招待状が来なかったことに起こった関根は小野に挑戦状を送るが、吉川県政らが間に立ち和解。後に関根は生涯の一大過失と反省している。同1898年残された唯一の家元である大橋集金の門下となり、さらに入門希望者を 次々と取り継いで、大橋家に入門させた。この後、明治期末には、送金の着手である、大橋五郎と関根との間で、関根がダニーを審査して、それに基づいて、大橋家が免状を発行するという契約が、交わされており、実質的に関根が、将棋家元、大橋家を掌握するに至った。八段時代の関根1905年八段純明人。 1907年、当時の三人の八段である、関根、井上義夫、小菅健之助の平手対局が、神戸新聞により企画され、関根は井上に三勝一敗とする。小菅とは対局しないまま、小菅が地元の三重に戻ってしまい、関根が三重を訪れて、小菅と対局するが、手合いの話がつかず、互いに、高打ちとする二番勝負を八日市で戦うが、関根が、 連敗、さらに名古屋で高地下手番で戦うがこれにも、関根は破れる。1909年、万長方記者の三木真中の圧戦で、将棋同盟会を結成。1917年、関西より上京した坂田三吉と、密かに対局し破れるという事件が発生し、一万、長峰は佐方は坂田に敗北した、関根の責任を追求。 将棋欄の公表権を関根から関根の弟子の土井一太郎に移譲させる。また、同1917年、土井の八段商談をめぐって対立し、関根は将棋同盟者を退会することとなり、1918年、東京将棋クラブを結成した。ライバル坂田三吉とは1894年に初手合わせを行い頃という説もある、三度戦って、 関根の2勝1敗。最後の対局までに、生涯32局戦い、関根の15勝16敗1分だった。対戦後期は坂田に対して、分が悪くなっていたが、弟子の土井一太郎七段が1917年に、坂田を平手で破っていたこともあり、また、兄弟子の小菅が、名人がさねくらいを断るなど、右与曲折も経て、小野の死後の53歳で、 13世名人の位につく。1924年9月8日には、東京で専門騎士を要していた東京将棋クラブ、将棋同盟者、将棋研究会の3派を合同させて、東京将棋連盟を結成。関根自らは名誉会長に就任し、弟子の土曜会長に就任させた。1927年、東京将棋連盟に、 君金,金次郎が主催する関西の規制会が合流し、日本将棋連盟になると会長に就任した。小野護平が91歳までの長寿であったため、関根が名人の座に就いたのは、すでに森を過ぎていた頃であった。そこで、将棋連盟顧問の中島富春が、実力による短期名人生を発案し、東京日日新聞の安倍晋之助と企画を進め、 関根自身も英断を行う。弟子の金安次郎を将棋連盟の会長とし、金は1935年3月26日付で300年伝統の一世名人の生を廃すとの発表。同日付で関根も中島富春を通じて辞任を申し出たところ了承され、昭和12年70歳をもって名人位を退くことにしてくれたとの声明を発表した。 これにより、1935年から実力制の名人戦が始まる。ところが、第1期名人戦の途中、神田達之助七段の八段商談問題が引き金となり、機械の分立騒動が起こる。神田を支持する騎士が脱退し、反対派と中立派が連名に残った。多くの弟子、孫弟子たちも絡んだ異世に心を痛めた関根は、四日市に住む、 兄弟子、小菅健之助のとを訪れ、仲裁を懇願翌1936年、小菅と関根が、将棋大政会と名付けた会に、神田一派も加わって、大同団結し、関根は会長に就任、神田も加えて、名人決定戦が続行されることとなった。弟子の木村義雄が、1937年12月に、第一期名人戦に優勝し、 1938年2月11日に初代の実力性名人に就位したのを見届けた。晩年は視力を失ってしまい、医者にも回復の見込みなしと診断され、失意の中で過ごしたと言われる。終戦の翌年に死去、去年77。出身地である千葉県の田市の複合施設、1位のホール5階には、関根名人記念館がある。 近代将棋界の確立者と同時に、その黎明期において、数多くの弟子を育て、日本将棋連盟の騎士系統図において、その一人となっている。弟子の数では、君金次郎には及ばないものの、後の日本将棋連盟に連なる、自家弟子としては、土井一太郎や木村義夫を筆頭に8人輩出し、また、その時期弟子らも、数多くのプロ騎士を輩出しており、孫弟子にも明白楽として知られる。 高柳俊夫や花村元次がいるなど、現代の将棋界において、関根門下の系譜が最大の数を誇る。タイトルホルダーも数多く輩出しており、名人経験者だけでも実力性、第一大名人となる、木村以降、塚田正夫、中原誠、加藤一二三、羽生善治、森内俊之がいる。なお、将棋有歴の時期に君と出会い、 任された君が関根に入門して弟子となったという資料が存在するが、日本将棋連盟の士系統図においては、君は関根の弟子とはされていない。将棋有歴をしていた際、以下のような経験をしている。ありがとうございます。